朝日岳は、平山脈後ろ盾山連峰にある標高2418メートルの山。富山県と新潟県にまたがる。中部山岳国立公園内の北アルプスの最北部に位置し、富山県側の旧市も新井川からは東側に見える。積雪量が多く、山頂付近には夏でも雪景が残る。山頂は平坦で豊富な鉱山植物が見られる。小桜が、 原のような湿地帯もあって、清川な水に恵まれる。高山植物も豊富で、白馬岳近辺とは違った花々を楽しめる。日本海沿岸の親淵から朝日岳には、津賀海新道と呼ばれる、海抜零メートルと山頂とを結ぶ長大な登山道がある。日本三百名山及び新日本百名山にもなっている。富山県朝日町の町名は、 この朝日岳の名に由来する。また、朝日岳はその名の通り山間の集落から見て、最初に朝日に染まる山ということから名付けられた。小連火山八が竹雪倉岳朝日岳黒部市から見た、後ろ盾山連峰朝日岳、雪倉岳、白馬岳、朝日岳、清水岳、白馬槍ヶ岳、天狗の塔、唐松岳1960年代に、 富山県と長野県を結ぶ立山黒部アルペンルートの建設が本格化すると周遊ルートから外れる宇奈月温泉など新川郡の経済的地盤進化が危惧されるようになったこのため行き止まりとなっている宇奈月温泉から朝日岳を越え蓮華温泉を結ぶ道路建設に向けた機運が高まった1963年宇奈月町が スーパー林道計画構想を立ち上げて林野町へ陳情を開始。1969年には調査費が計上されたが林道事業を所管する林野町が森林開発の効果は期待できないとしたほか国立公園を所管する環境庁も貴重な動植物などが損なわれるとして反対、計画は一時頓挫した。1974年 富山県は次年度予算で測量費を計上するとともに、1975年2月、スーパー林道規制同盟改装会を東京で開催するなど建設に向けた機運を高めたが、着工に結びつくことはなかった。結局、1970年代にスーパー林道による横断道路構想は実現化しなかったが、富山、長野県間を結ぶ道路建設計画は、 地元の悲願として模索され続けている。その中の一つがアルプス縦貫トンネル構想であり、そのルートの一つとして朝日滝付近の地下を通過するシンカールートが模索されている。ありがとうございます。